らはシュープリームツインというお部屋となっております。ベッドは幅140センチのものが2つ入っております。当ホテルの客室には全室お花のアートがついております。アートは1つずつ違うものをご用意しております。またベッドサイドのライトは全室に職人さんによる手作りを設置しております。こちらのライトではフロントで数種類の固形アロマをご用意しておりますので、お好きな香りをセレクトしていただき、アロマオイルをお楽しみください。お皿の上に固形アロマを置いていただき、ライトをつけるとオイルが溶け香りが広がります。窓の外には富良野の美しい自然を望むことができます。 JR 富良野駅も見れ、鉄道好きの方もお楽しみいただけます。また冬にはこの部屋だけに用意された暖炉のオレンジ色の炎に癒される暖かな時間をご提供いたします。全室に大きさは違いますがテーブルがございます。こちらのテーブルでは旅の思い出を日記に書いたりはがきを書いたりするときに便利です。そしてこちらのお部屋にのみコーヒーマシンのご用意がございます。ご到着されたときに旅の疲れを一杯のコーヒーでお癒しくださいませ。次にバスルームをご紹介いたします。こちらのお部屋のみ、バスルーム、洗面台、トイレが独立しております。お風呂からは、富良野の景色を望むことができます。シックなインテリアが豊かなくつろぎの時間を演出いたします。くつろぎのソファーセット、広間のディスク、液晶テレビ、窓の外には富良野の美しい自然を望む、すべてに市場を追求したツインルームです。こちらはユーティリティツインというタイプのお部屋になっております。ベッド幅は120センチ幅のものが2つございます。お部屋が広いので、エキストラベッドを入れて3名で利用することができます。また、客室には全室アートが違うものをございます。こちらのお部屋は黒いバラのアートがついております。客室の照明は全室間接照明となっておりますので、お客様に暖かい光を差し込んでくれます。また、当ホテルの向かいに富良野教会病院がございます。急な病気でもすぐ駆けつけられるよう歩いて5分圏内となっております。またこちらのお部屋の特徴としまして、お部屋の入り口の扉が大きく通路が広いタイプとなっております。車椅子のお客様やお子様のベビーカーなども通りやすくなっております。バスルームでは、洗面台の下には車椅子でそのまま入ることができるよう空間が空いております。お風呂には手すりがついており、トイレにも手すりをご用意しております。こちらのお部屋を含め館内は全館バリアフリー仕様の設計になっておりますので、車椅子の方や お子様連れなどどなた様にも心地よくお過ごしいただけます。こちらはタクトフルツインというタイプのお部屋です。ベッドは120センチ幅のものが2つあります。こちらのお部屋は女性のお客様やお子様連れのご家族に人気のお部屋です。こちらのお部屋のアートは白いバラです。洗面台は備え付けのデスクと連続してありますので、旅のご用意やお仕事前の身だしなみの時間を手際よく快適に過ごしていただけます。ポットとカップ、お茶、紅茶を全室にご用意しております。温かい飲み物で体を温めてください。アメニティな歯ブラシは
黒と白のものを ご用意しております。自分の使った歯ブラシを見分けがつきやすいように色を分けております。他にスポンジ2個、ヘアブラシ2個、コットン、カミソリ、シャワーキャップ、ヘアバンド、手作り石鹸をご用意しております。お部屋によって石鹸の香りが違います。バスルームからは北の峰のスキー場を見ることができます。こちらのツインルームの他に富良野市内と十勝岳の2方向の景色を一望できるツインルームもございます。こちらはステージツインというタイプのお部屋です。フロアから18センチの高さに作られたステージにベッドマットを2つ並べたハリウッドスタイルのツインルームです。ベッドを2つ並べてあるので、カップルやお子様連れのお客様に人気のお部屋です。お部屋では全室インターネットをご利用いただけます。LANケーブルをお持ちでない場合は、フロントにて貸し出しも可能ですのでお申し付けください。インターネットの利用も LANケーブルの貸し出しも無料となっております。こちらはアメニティでございます。女性のお客様にはフロントでレディースパックをご用意しております。こちらのお部屋にもお風呂とお部屋の間に窓があります。バスルームからお部屋や富良野の景色を見ることができます。こちらはダブルベッドルームのお部屋でございます。ベッドは160センチの幅が1つございます。バスルームとお部屋の間に窓をつけ、バスルームから室内を見ることができる開放的なダブルルームです。洗面台は通常バスやトイレと一緒なホテルが多いですが、当ホテルは全室に独立した洗面台を設けています。お二人で旅行をされた時、チェックアウトまでの準備で忙しい朝をゆったり過ごすことができます。バスルームに窓を設けることで閉塞感を解消することも目的としました。ダブルルームにはお部屋とバスルームの間に窓がないタイプもございますので、ご予約時にお申し付けくださいませ。こちらはコネクトシングルルームでございます。ベッド幅は 120cm となっております。ビジネスのお客様や女性の方に人気のお部屋でございます。またこちらのシングルルームの特徴としまして、お部屋とお部屋の間に扉がございます。こちらの扉を開けてお友達同士で来られた際にも行き来をすることができます。また全室に大きさは違いますが、丸テーブルや長テーブルがございます。こちらのテーブルでは旅の思い出を日記に書いたりはがきを書いたりするときに便利です。また、テーブルのサイドには LAN の接続口がございます。こちらでパソコンを使うことができます。とシングルのお部屋のお風呂にも全室窓がついております。